いやどうも、というわけで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日もね、これは面白いお便りがいっぱい来ましたね。まあお便りの話とかここでしてね、反省会ではほぼほぼ触れないっていうのがね、この私らの反省会ではございます。はい、というわけで今日もそんなね、わけでケラケラ笑ってたゲストを紹介しましょう。セリーヌちゃんです。ケラ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 っつってね、今日はカッペダッペさん来たからね。いや本当楽しかった。いや本当に先週申し訳ないことでしたね。お便りちょうだいとかってここで言ってたんだけどね、全然回らなかったね。送ったしって思ってました。送ったしって思ったら、私送ってんだけどって思っただろうね、きっとね。気づいてって思ってました。全く分かんなかったね、でもありがたかった。今日も来てくださって、本当に2週連続でね、冬休みをお子ちゃん連れてくるっつって。あ、本当に。ぜひぜひぜひ。そんなすかっつったら、ひたちなかなかちょっからだからとかって。いやー、でもちょっと距離ありますよね。そうだって港のあたりっつってたから、結構じゃねえかな、ちょっからじゃねえと思うんだよね。ありがたい、ありがたい限りでございます。皆さんいつでも気軽に遊びに来ていただければ、ね、大歓迎でございますんでね。大歓迎で。ただとっちらかるかもしれない、ね、とっちらかります。全然とっちらかります。あの本編何にもまとまらないですから、あれやっぱね、お外と俺は対応したくなっちゃうんですよ。そうですね。そう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 、うん、これがあの例えばあのね、ベテランプレイヤーの、まあ、ワイスケさんとか土曜日担当のエイキさんとか、あの辺になってくると、あ来てますね、あいやどうもどうもぐらいで流せるのかもしれないと俺はもう絡みに行っちゃうんでね、しょうがないですね。しょうがない、これはね、これはじゃあ、はい。でも先週のね反省会にもね、マユテンさんが、はい、おコメントいただきました、うん、ポケモンっていいですよねそうですね、先週のあのポケモン界にまさかコメント来ると思ってなかったあ、すいません、なんかポケモン、そうですね、いいですねみたいな感じでそう、マユテンさんちもポケモンやってますっていうことで、そうなんだ、コメントをいただいて、はい、あ、そう、マユテンさんもいいねっつって、うん、そんな感じで、あんだけあの終始ポケモンの話しかしてなかったにもかかわらず、ポケモンのコメントをいただけた嬉しいな、おかしいなっつって、でその前の週かな、だから先週の一週前の時に、あのあれのあの方のお話で坂戸のゆい子さん、はいはい、話したじゃないですか、うん、じゃ坂戸のゆい子さんも聞いてくれてて本当そうそうそう、結構聞いてくれてて、やっぱしYouTube、まあ、あの再生回数100、200って回る動画じゃないから、本当にこのラジオ聞いてる人たちが、こいつら反省会でも何喋ってんだろうって聞いてくれてる人らが結構いるんですけど、あの坂園よい子さんもわざわざ、うん、俺の SNS に、うん、反省会で喋ってくれてありがとうございますみたいな。いやいや、喋ったもラジオも名前言ってちょっとで、ね、紹介したぐらいですからみたいな、そんなこんなでね、いらっしゃるんですよ。そう、本当ね、この反省会まで愛してくれるなんて、いや本当ですよやっぱどう一歩一歩がさ、うん、なんだかんだ1時間取っちゃうじゃん。そうですね、なんだかんだなんだかんだ取っちゃうんですよね。だからあの YouTube って仕組み上、はい、あれが出るんですよ。例えば全部で5分の動画ですと、そしたら平均視聴時間、うん、だから全部でこの動画は例えば5分の動画なのに1分しか見られてませんとか出るわけよ、はい、でお、これすげえじゃん平均視聴時間みたいなのがいや、いっぱいあるんだけど、怖このね反省会動画の平均視聴時間はね長いのよだからあれみんな本当にこれを聞いてくれてる人らは音声コンテンツが多分好きな人なんだと思って。いや本当そうですね。そうそうそう、確かにそうかもしれない。ありがたい話ですよねマジで。だからすごいんですよ。そっか、だからもうちょっとこうね、本当は反省会の中でもこうちゃんとねリスナーさんとのこう会話を、ね、しないといけない。それなんか数回に1回ぐらいそれその議題出ますけどね。議題出んだけどなんかいつも脱線しちゃうんだよね何なんだろうねこれ。リスナーさんに有益な情報をって思ったってどんどんずれてくんです、ね、全然ずれちゃうんだもんだから今日だってね、ドキドキ物語書いてくれてるぴょん吉さんとかさ、うん、あとたくまちゃんは大丈夫だって帰ってきたね大丈夫だったっつって、安心した。危なかったよね。いつになく短かったですか。短かった、あの過去一の短さだったね。寂しかったですもん、あれ
たくまちゃん不足みたいな、あれっつってほら聞いた、たくま多分聞いてっか分かんないけどセリーヌたくま不足、たくま不足でも今日ね俺マジで何が面白かったって、こんな間、うん、ほらここにたくさんの、はい、皆さんがいらっしゃいましたね、いらっしゃって、あの祝日にね、ありがとうございます。それこそラジオネームで行くんだったら、うん、いつも破天荒なラジオネームをつけるさなえさんとか芋の妖精さんとか、うん、まあ、たくまちゃんとか来たわけじゃないですか、はい、今日のねセリーヌのあの一言言ったかどうか覚えてるかどうか分かんないんだけど、うん、たくまちゃんあんなパリピな見た目してるのに全然米と納豆でいいんだっつっていうあのセリフがめちゃめちゃね俺は面白くてそう、あーなるほどねーっつって、俺はそのキャラ知ってっから、あーなるほど、セリーヌみたいな初対面の女性から見るとタクマはパリピなんだけど意外と言ってくこと純日本人なんだっていうのが今日分かったなるほどねっつって、あれなのよ、うん、あの私からすると、うん、タクマちゃんとかはすごい輝いてるように見えるんですよ、あのどういうこと、逆にこっちの方が地味な世界にいる人間に見えるの、あー私が、ね、なるほど、こう最前線で、そうそうそう、なんで言うなれば陽キャみたいな、陽キャみたいな、ああ、うん、別に私が陰キャだったら全然セリーヌこれで陰キャだったら世の中の陰キャがね多分ねここ暴動起こすよ、逆にあいつ陰キャとか何言ってんのみたいな、そうだけどなんかたくまちゃんはなんかこう、ま、なんだろう、時代の先端じゃないけども、わらーっつって船長旗みたいなの持って駆け抜けてそうな、よっしゃーっつって印象だったんですよ、ね、ああなるほどね、ですごい明るいキャラクターだったし、はいはいはい、そうすごい人柄も良さそうだったし、はいはいはい、あみんなから好かれるんだろうなと思いつつ、あでもなんか私はその仲間になんかもし学生だったら、ああ大人になったらそういうのってないけど、ないけどもし学校にいたら仲間に入れてもらえないかもなみたいなわかる、こういう感覚わかるかな、わかるよ、だってここで俺ら喋ってんのにあのドアガチャガチャガチャってやってたもんね入ってくんのみたいなここあくまでも音声飛ばすところでガチャガチャガチャってやってたもんねそう、もう めちゃくちゃいい人なんですけど、面白かったよね、そう だからこそなんかあの全然なんかもうこういう海外のフードとかめっちゃおすすめですみたいな、あっかなあんだけ酒も好きだしね、そうそうそう、来るかなと思ったらまさかの米と納豆でいいやっつってね確かにそれはねちょっとギャップあったかもしんないね、そう、まあ今日はねあれもあったしね、八角が六角になっちゃったりとか、そうだな、大変なことです ね、 大変ね、まさかの同じものだったんですね、そう同じものだったまあそれ渦中の話題がありましてね、はいはい、ですねこれですね、二角どこ行ったんですかとあのうちの小生がまあ聞いたんですよ、はい、そしたらママちゃんに何らかんややり取りがあって、八角も六角も一緒だからね、空気読んでって空気読んで空気を読む八角という植物が六角になると、でまああのコンボがね、はいはい、ゴルゴさんコンボが来たんで、はい、まあゴルゴさんに速報と、八角と六角は一緒のものという信じれず八角ですと八角ですってそうやばい面白いで、ちょっとダジャレ曰く空気読んでとのことですと送ったら、まあ勉強になったわわらわらわら帰ってきた後ですよ、あのゴルゴさんもゴルゴさんで面白いんですけど、俺もそしたらあの俺もまた一つ賢くなりましたって返したら六角っていうのもあるっつうことって返ってきたあーなるほど、俺が勘違いされちゃったと、説明的にこれは申し訳ないことしたなと、なのでいやないですよと、そういうママちゃんの思い込みですっつったらあの何よあいつって返ってきた何よあいつ、争いが勃発してますね、争いがねなかなかやっぱねパンチ効いてんですよお互いにね、もうすごいじゃん空気読んで何よみたいな、そういやー面白い、空気読んでってその植物の名前がねえびっくりしたよね、いや面白い、二角どこ行ったんだ、二角どこ行っちゃったんだろうね、
どこ飛んでったんだろう。かじられたかな、ついばまれた。こうやって八角かじんのきついよ。食った時あるだって。私はないです。あれだって食べようと思わないでしょ、あの見た目。じゃあなんかあの八角ってさ、うん、食う食わないっつーか、うん、なあ今日の俺の本編じゃないけど外国の匂いなのよ。外国のだ。俺パクチーがダメって前もはいはいはい喋ってるじゃん、うん、パクチー好きじゃないです。八角も同じなのよ俺からして。私ねパクチーとかは、うんまあ、香りのある香草系は大丈夫なんですけど、うん、もうココナッツ系がちょっと苦手ですね。あーココナッツね、うん、なんかちょっとあのなんだろうバニラっぽいようなこう 甘ったるそうな感じの香りだから、タイのカレーとか、はいはいはい、ムヤムクン系とかは、はいはいはい、ちょっとねあのほのかにこうあの味自体は別に、うんうん、トムヤムクンとかの料理の味自体はいいんですけど、あのこっからかのこの鼻から抜けるあいつでしょ。そうあいつがねちょっとね分かるわ、ちょっと苦手なんだよ。もうココナッツ系ダメで、うん、ね俺そのあの時小生はいないんだよ。うちのそのね YouTube ではこうギターをジャカジャカ弾いてくれるてっちゃんらと一緒に大学の卒業旅行でみんなで沖縄行こうぜって沖縄行ったのよ、うん、で美ら海水族館に多分行ったのね。でその時に売ってんのよ、うん、ココナッツが、あのヤシの実っつうの。でてっちゃん俺はね前なんかハワイアンズかどっかかな、うん、でなんかのハワイアンズじゃなかったらなんかどっか行って飲んだことあって、うん、なんか一つもうまくなかった記憶があったんだけど、やっぱココナッツって言ったら南の島であの腰身のだけ巻いた人がストローさして飲んでるみたいなイメージはどうしてもあんじゃん。パイナップルジュースを飲むみたいな感じで、でなんかそのあの本当にこういうナタみたいなのザクッザクッって切って一番上だけにこう穴開けてそこにこうストロップさしてチューって飲めますみたいなのはカット込みで1500円ぐらい売ってたんじゃねえのかな。えあれってあれですか、ミルクっぽいんですか、そのヤシの実ジュースって。ああ想像そんなじゃん、うん、ココナッツミルクっていうぐらいだからなんかちょっとこう牛乳っぽく、そう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 、でなんかほのかに甘いのかなみたいな。そう違います。えあすげえ端的に言うとあの植物の樹液を飲んでるんですだからあの美味しいわけがないのよ。いやあそこに多分そのナタデココみたいにカットしたのを入れて、うん、なんか多分カルピスみたいなのに入れれば多分うまいのよあそうなんだ、そういう感じなんだ。でしかもさあのフォルムじゃんあいつら、この丸っこいやつになんかこうストロップさしてチューって飲んだらもうそれだけでうまいよみたいな。で例えばそれカップルで飲んだらもうイチャイチャラブラブだよみたいな感じのイメージあんじゃん、はいはいはい、だから見てくれの期待度的には高いわけ。あれやべえうまそうじゃないみたいな。で俺もなんか昔その飲んだ記憶があったんだけど、もしかしたらうまくないの飲んだかもしんないっつって友達と買ってるわけだから、うん、テンション上がっちゃう。まあ家族かなんかで飲んだんだよ、うん、友達上がってくか、なんか友達と1500円も出して買ったしうまいに決まってんじゃねっつってうわーっとなんだうまくねーみたいなそんな感じあそうなんだ。酸味はないよ。だから本当に樹液なの。樹液飲んでるだけ。え香りはかじゃああんな感じ。いや植物臭いよ。あそうなんだ。うん、えじゃあどこであの香り生まれるんですかね。なんか干したりするんじゃないわかんないけど干したり加熱したり。うん、あまあそのココナッツだからココナッツの匂いはもちろんすんだけど、うん、別にあのここだからカカオみたいなものか。あ多分そうだ。それあれをこう美味しく加工しなきゃいけない。だからカカオジュースはうまかったよ。あそうなの。カカオジュースは美味しかった。でもジュースになってからでしょ。なってるからかもしれないでしょ、うん、あのカカオから吸ったわけじゃないでしょ。じゃないでしょ。だからパイナップルってさ、うん、もともとうまいじゃん。うん美味しい美味しい。うまいじゃん、うん、酸っぱいし甘いし、でギューってやって絞ったとしたって出てきたやつうまいじゃん。おいしいおいしいおいしい。パイナップル、うん、だからあのパイナップルの器にパイナップルジュースが入ってたら、うん、見た目通りのうまさが飲めんじゃん。おいしいおいしい。あうまいねって言ってさ、ココナッツでそれを想像していくと地獄を見るっていう。であの YouTube とかで、うん、ディスカバリーチャンネルとかが、はいはい、あの無人島に一人で行ったっつってエド・スタフォードさんっていうのがいいんだけど、うん、そのエド・スタフォードが英語でずっと言うの、見てくださいココナッツがありますみたいな、
これは貴重な水分ですとかってこうやって岩でガンガンって割ってさ、割れ見れてあーとかって飲むのよ、上の方がうわーうわー OK 1,2,3,4 ココナッツ、so, とかっつって、ココナッツがあと4つあるからこれだけの日付の水分は OK だって言って、あ確かに俺この極限状態でなんか水飲めてたら超うまいかしんないみたいな味そうだ、ね、で今全然話変わるんですけど、ココナッツで思い出したんですけど、今日まあ海外の食文化っつって、あやったね、あの選曲もまあそれっぽいっていうか、まあ海外生まれの食べ物がまあタイトルになってたりとか、そういうのが出てくる曲をまあ基本的に選んできたんですけど、はいはい、その中で選曲してたらココナッツって曲があったんですよ。で、あ曲的にもこんなの乗りやすいしいいなって、で歌詞を調べたんですよね。おうおうおう、まあ、洋楽だったんですけど、はいはい、なかなか大人な内容ココナッツアダルティーな内容でちょっとじゃあでそれ 誰の楽曲、それ誰の楽曲だったかな。ココナッツって楽曲があるの？ココナッツって楽曲があって、ココナッツ歌詞洋楽アダルティーって書いてある。アダルティーって出るのか。なんかねセリーヌの口からアダルティーって言葉出てくるとめっちゃ面白いね、なんかいやアダルティーだったな。誰の曲、誰の曲だったか。洋楽洋楽洋楽これだ。ただのココナッツって名前？そう。なんていうココナッツレコーズ。ココナッツこれ music.jp。バハメン。それダンスとかハウステクノみたいな？あそんな感じだったかな。じゃあこうバハメンさんでいいのかな。待って、バハメン、バーハメン、こういうのタクマは多分知ってんだよな。あ、知ってるかも、詳しいかも。なんかね、ちょっとあーこれちょっとよく翻訳してみますか、この歌詞全然英語は分からんわ翻訳できないのこれ。あ、じゃあこれで日本語に翻訳。ライムをココナッツに入れて全部飲み干す。はっきりさせておきたいのですが、私の体温は103までです。ちょっとよくわかんねえな、このココナッツの曲。ライムをココナッツに入れて全部飲み干す。あなたはココナッツにライムを入れて朝に電話してください。うわーうわー、私に取ることができるものは何もありませんか。それかな。これなの？待って、全部読んでください。え？全然これ別にアダルティーな内容ないよ、これ。嘘。うん。聞こえないの、彼女は私の頭の中で遊び続けてる。ベイビー、本当にココナッツを運転してくれるの。あ、違う違う、だってなんて人ですかそれ。バハメン。あ、違う。なんて人、これなんて言うの。キムペトラスかな。キムペトラス、キムペト、 K-I-M、 はい、 P-E、 P-E、 T-R-A-S、 キムペ P-T-R-A-S、 P-T-A、 キム、ピーターズ、あ、ピーターズかな。うん、違う、ピーターズじゃないな、ペイターズかかな。キムペイスじゃない、違う、ペイスなのかな。あ、違うな、これココナッツ、キムペ、待て、キ、ケ、K-I-M、 キムペトラスなのかな。キム、あ、ペトラス、キムペトラス、キムペトラ、あったあったあった、これだ、キムペトラス、これか、ココナッツ、もうなんかマイココナッツマイココナッツって出てきて、ちょっとね、あの歌詞面白かったんだよ。じゃあ皆さん、ぜひ、キムペトラスのココナッツをね、すごいいいのよ、曲の感じはいいのよ。あ、でも待って、キムペトラス歌詞、これをね、今アップルっていうのはね、日本語に翻訳ってやった、全部、私のココナッツ口に入れていいよ、今私のココナッツ何をココナッツと置いてんのこれ、上下に跳ね返るのを見るとここ私は日焼けしてローション、上を見上げて熱気球、なるほど、プレコーラス、とてもジューシーで熟したあなたは信じないでしょうみたいな
なるほど。私のココナッツを口に入れてて何をココナッツと置いてるんだろうねこれね。ちょっとアダルティーでしょ。ちょっとアダルティーかしんない ね。あなたが噛みたいのは分かってます。なるほど、噛みたいような関係性か。噛みたいような、なるほどな。そうなの、ちょっとね、ちょっと確かにラジオでかけんにはでしょ、あれかしんないね。だから皆さん、気になったらキム・ペトラスさんのココナッツ聞いてみて。そうそうそう、いや本当に歌詞なんて気にしなければいい感じ。いい感じ。ただやっぱちょっとラジオで流すのにね。そうそう、俺もだってここで紹介するんですよ。それでは続いての楽曲聞いてみましょう。キム・ペトラスでココナッツ。みんな思うわけですよ。そう、なんか小沼さんがなんか変な曲キム・ペトラスのココナッツ紹介してたよつってで、ちょっと後で聞いてみようと思って歌詞訳して何これってなっちゃってるんだけどつって怒られちゃう。怒られちゃう、ね、そう、だってうってつけじゃん、ココナッツなんて海外生まれ。まあそうね。そうで、何の気なしに調べたらあれれれれっつってちょっと歌詞的にあれかなっつってそうそうそう、ちょっとほらこれまでもちょっと大人な曲はかけたことあるけど、おうおう、なんかちょっとあれおかしいなっつって攻めてんなと思って。なるほどね、うん、はあ、そうか、キム・ペトラスね、うん、ちょっと洋楽がね、はいはい、今日小生にも怒られたんだけど、うん、お前今日のラジオで存じ上げませんとか好きじゃないって言い過ぎだなっつってなんてお前にとって逆風なテーマなんだっていうね。昨日突然、うん、小生から、はい、LINE が送られてきた、うん、YouTube のアドレスに、うん、ポンっつってなんだみたいな、マトリックスの新しい映画の予告編、はいはい、で小生がめっちゃテンション上がって、うん、これめっちゃテンション上がるわって送ってきたの、うんうん、俺LINE でいや大変申し上げにくいんですけどマトリックス1ミリも知らないっつってやばいだそれは、うん、それ魚でしたんじゃないですか小生さん。いやそのなんか全員見てるもんだと思ったらしい、うん、俺ら世代はね、うん、あ、いいんだみたいな、逆に見てねえやつみたいな、そうっていう感じ。なんか俺見たんだけど、うん、なんかはまんなかった。鉄砲バンバンって撃った時にすげえ有名なマトリックスポーズみたいなの避けんじゃん、はい、なんかシーンもなんかテレビで見てたんだけど、なんか当時の俺は飽きちゃったんだよ、ね、途中で映画館行って見たわけでもないし見てない。そっか、また映画館で見たら迫力とか違ったんですかね。違ったかしんないけど、俺はその何通ったのって言われたらやっぱジブリとか、うん、わジブリは好きだよ、大好き、すごく好き。何が一番好きですか。俺、うん、俺はやっぱりまあファンタジー系というか、ああこういう世界があったらいいねみたいなのは、俺はトトロとかもののけ姫すごい好きなの。すごい好きなの、うん、あとはやっぱ一回行ってみたいのは千と千尋とか。いや、いいですね。そう、うん、でも現実世界として置き換えになったらもう耳を澄ませばに勝てる物語はないから。あ、そうなんだ。もう雫と聖司がもう何はーってなっちゃう雫ってなっちゃう雫ってうわーっつって。耳を澄ませばってちゃんと見たことないんだよな。耳を澄ませば見てると男側からするともう雫好きになっちゃう。あ、そうなんだ。なっちゃうなっちゃうなっちゃう雫のことは好きになっちゃう。へえ。可愛いなって思っちゃう。あ、そうなんだ。なっちゃう。見てみよう、ちゃんと。なんて聖者は罪な男なんだ。あ、そうなの。うん、へえ。あとはもうそうだな、王道的な面白さでいくんだったらやっぱラピュタも大好きかな。うん、バラス見ろ、人がゴミのようだ、ムスカ、もし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 、もうここには戻ってこれないよ、覚悟の上です、40秒でしたくし、とか、もう名台詞がもう至るところすごいね、ポンポンポンって出てきますね。ラピュタはすごい好きよ、うん、おう、めっちゃ好き、うん、本当に。あんな面白い映画ないでしょ、うん、何度雲が浮かんでるの見てラピュタだってやったか分かんないもん。確かに分かるじゃん。なりますよね。なるじゃん、うん、ですっげえでっけえ木やったらここトトロいいんじゃねとか、ここ絶対獅子神いるよみたいな、こだまいいんじゃねこうカカカカカってやってんじゃねみたいな、ジブリの作る世界か、うん、
で見ると切なくなっちゃうのがもう蛍の墓、あ、はあ、重いなみたいな。節子それロープちゃうおはじきやっつって兄ちゃんお団子作ったお食べ節子っつあと節子がアトピーだらけになってお医者さんにこう、あ、栄養失調ですな、栄養のあるもの食べて救世してください、栄養のあるものなんてどこにあるんですかっつってセーターが言って、あの氷シャカシャカ切ってる人の氷をこう節子に食わせるとか、すごい重いだけど、ね、ちょうどねやっぱあの急上昇ワードでもちょうど多分ね日本時間の今日明日が真珠湾攻撃始めた日だから、はいはいはい、そういう関連のニュースも上がってきてて、上がるね、80年なんですね。そうだよ、だからいや今その生きてるさ、うん、なんつうのあの戦争をこう語ってくれるおじいちゃんたちからは聞けるだけ聞いとかなきゃダメよ。いやそうです、だってもう戦争だから戦前に生まれた方って言っても、うん、もう80年ってなるともう本当にちっちゃい、そう5歳6歳だった人で85、6じゃん。そうですね、でしょ、うん、うちのじいちゃんも亡くなっちゃったもんな、うん、うちのじいちゃんは鉾田飛行場っていう鉾田に飛行場があったの、はい、でそこの鉾田飛行場の整備士やってたのがうちのじいちゃん、うん、そうって言ってたな、うん、めっちゃ聞いてよ、疎開してきたんだいっぱいとか、うん、うん、すごかった、受ける側だったんですね、そうそうそう、うん、だからそれがまあなんつうの、戦争がなければっていう言い方が正しいのか分かんないけど、本当はその日立海浜公園の跡地がディズニーランド予定地だったのね、うん、今のね、あそこはでも不発弾がいっぱい出ちゃったからディズニーダメってなった、うん、そう、え、ちなみに今まだ内緒のね話があのあるんだけど、それでうちの YouTube の LINE チーム困惑してますごめん話についていけてないなっつってごめん、しょ詳細ちょっと待ってっつって今ちょっと反省会中だから詳細ちょっと待っ てごめんごめん、詳細ちょい待っててって反省会終わったら連絡するってごめん困惑困惑、怖い、なんなんこうパルルのこのなんかこの情報ずっと小出しにするようなさ違うのよ、違う違う、うん、小出しにしてるんじゃなくて、うん、今回まだね、ね、全ての決定がまだしてないんで遅くなってしまうでしょ、そういうことでしょ、だからね、そう小出しにしようって思ってるわけではないんですけど、そうだよね、なんだかこいつら一体何話してんだって、あ、だからね、あ、ラジオやるようになってあれの気持ちが分かったよ、あのなんつーのなんかさ、うん、芸能人とかがさ、いついつまで伏せといてとかテレビ見ててもあの撮影しても言わないでねみたいな、とても気持ちが、あ、言っちゃダメだね確かにみたいなそれ言っちゃダメだねっつって、ね、だからさ、あの今パルルンのプレゼントのやつも、あれ先週だっけ、クリスマスプレゼントこういう原稿ありますって送ってくれた、あ、はいはいはい、先週ですね、もう一人でラインナップ見てさ、うわ言いてーみたいな言いてーけど多分これ解禁日曜とか月曜だよな絶対と思って言いてーと思ってさダイヤとか当たんのとかって言いてーとかって思ってたんだけど超言いてーと思ってさと思って、さすがにね、あれだけの原稿、あの事前に分かってれば、うん、今回みたいに送れるんですけど、そうだね、そう前とかあの当日にすいませんこれ入れてくださいって、ああはい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 、そう本当はあれやりたくないんですね個人的には、当日はね、だって読み手の人も大変だし、まあ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 、まあ、そうで自分がやったらと思うとそれ絶対嫌だから、そうね、やっぱ少なくとも 1,2 回は下読みしたいじゃないですか、こういう風に読んだらまあ分かりやすいから、あ、まあそうねって考えたいからあれなんですけど、でまあそういうのあるからね、俺意外といけちゃうからね、いけ俺は天才っすもんね、天才かどうか分からない俺逆に原稿ある方が最弱だからだから多分俺でもね今日は、うん、大丈夫でしょクリスマスプレゼント、うん、あれはほら正信さんに言われてましたよね、言われてた、噛まないでねって
交通情報より難しいかもしんない、難しいかもしんないっつって。いやでもほら、あのなんつうの、今日のさ、うん、あのきちんとしたお知らせなんだけど、ある程度噛み砕いて OK じゃん、ね、砕けて OK だよみたいな。だってクリスマスプレゼント、ここでパルルクリスマスプレゼントの情報です。今年もってある意味耳引くかもね。だってこれでえ、どうした小沼さんみたいな、交通情報みたいに呼べるでしょ。FM パルルンクリスマスプレゼントのお知らせ、今年も12月、クリスマスプレゼントの季節になりました。FM パルルンは今年も心よくプレゼントをご提供くださったスポンサーの皆様のおかげでクリスマスプレゼントを華やかに実施することができ、ここが切れてんのがおかしいじゃん。まず本当にありがとうございます。ではプレゼント内容を発表する前に宛先をご紹介しておきましょう。置きましょうとか言ってんのにさ、言え言え、どん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 、その原稿作ったの誰か知らないんだから言え言え、置きましょうって言ってんのにさ。ここはいいかもしれない。ご応募の際は、うん、商品番号、商品名、郵便番号とあなたの住所、お名前、連絡がつく電話番号、メールアドレス、そして FM パルルンの番組に対するご感想などを忘れないように書いてください。これ応募来ないよ多分。クリスマスプレゼント本当にみたいな、普段の抽選じゃないよねみたいな、うん、いないよ。だからこれぐらいだったら、うん、いいと思う、いいと思う。でもじゃあこれさ、あのまたこうやって話はずれてくるんだけど、全然いい、まあ昭和や反省会だし。これセリーンだってどれ欲しい？10番もだ。だからね、ね、うん、結局どっちがいいかな。1個だ、1個。ね、1個、やはり、うん、JCB カードかな。いやそうだよね、 JCB の1万円欲しいよね。欲しいな、これが一番いいよね。やっぱそれが一番いいと思うな。だって JCB1 万円あれば日立牛ロースステーキも買えるし、うん、日立の輝き尽くしも買えるし、うん、プラザホテルも食べ行けるし、うん、まあ、最悪ユピテルのドライブレコーダーも買えるし、うん、買えないのスイッチとアイスリーとネックレス10万円。そう、ね、これネックレス10万円もすごいけどね。そうですね、ただそう、うん、なんか自分が多分そう宝石とかブランドとかっていうのあんま執着がないから、実はそんな惹かれてないんですよ。いや俺も別にダイヤが好きだからこれ欲しいわけじゃない、うん、速攻質屋です。言うな言うな、あ危ない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 、言うな言うな、危ない危ない危ない、なんてこと言ってんの、危ない危ない危ない。そう、個人的にはね、個人的にはもうそう、もらうとするなら、うん、ダイヤのネックレスは低い、そう低いんだよね、優先順位、トップ3って言ったら、例えば第3希望まで出せますよって言ったら、うんとね、JCB、 はい JCB、 うん、そうだな、俺も JCB だな一番。でもやっぱ確かにレストランローズもいいな。あーローズね、なかなか行けないじゃない。でしかも地元のこういうホテルの食事って実はあんま食べなくないですか。俺4月に行ったよ。あ本当ですか。4月に京成の中の、うんうん、なんつう店か忘れちゃったんだけど、鉄板焼きの店なんだ、あの目の前でシェフが焼いてくれるやつに2人で行った。あそれいいですね、うん、なんか結構県外とか、ああそうね、選びがちなんですけど、うんうん、結構その茨城のってあんま行ったことないかな。いやいい、あのいいお店いっぱいあるよ、うん、俺はそうだ、案外ね、私図書カード欲しいから。本ね。でもそれだったら JCB で買えんもんね。俺も JCB で次ルンバかな。そうルンバね、うん、わかる。でルンバ買ってもう一台スイッチいっちゃうかしんない。あー、うん、当たんのかなスイッチとか。当たった人ラッキーだね。ラッキーですね、うん、すごいラッキーじゃない。うん、どうやって抽選するのこれ。あの結構本当にちゃんと抽選してますね。全部印刷して、あー、ビビビビビって、やっぱりね、こう思いのこもった感想を書いてくれてると、うん、あのよく言うじゃないですか。あーはいはい、強いですね多分ね。はい、というわけで皆さん聞きましたでしょうか、はい、ちゃんと書いてくださいね感想を。ちゃんと書く。でも
あのねあれってもちろんパーソナリティの方にも嬉しいんですけど、まあ、ラジオ局側としても嬉しいよね。嬉しいで、ね、しかもね、あの個人的にはやっぱりちょっと夕方の番組強化強化強化月間強化部長勝手に応接勝ってるね勝手に応接勝ってもいないけど、そうでも今日もさ、うん、俺もここに来ただけでさ、うん、その今日やたらメール来てんなと思って、あ昨日っつうか分かんないけどクリスマスプレゼント始まってからこんな応募来てんだみたいな。そう、いや俺すいません、あ正直舐めてました正直舐めてました。いやでもそうですよね、うん、まだ分かんないから感覚が どれぐらいで、しかも今回まあちょっとねプレゼント特に厳選して、はいはいはい、今回ご提示してますけど、もっと多い時なんかもうもっと来ますからね。でしょ、うん、やっぱり一緒ね。いやぶっちゃけね、あのうちの家族とかみんな応募する誰かしら1個なんか持ってけっしょぐらいで思ってた、うんうん、あの、うん、あ結構いらっしゃるんだ結構いらっしゃいますよ。いやこれダイヤ取ったなと思ってた勝手に、あこれもらったでしょっつってうちの身内で、あの俺のラジオ面白いって書いて出してくれれば多分通るし大丈夫とかっつってあ俺は抽選入れないからあれだけどつってこれ絶対パーソナリティ抽選やった方が面白いでしょ絶対俺やりたいもん抽選忖度入った抽選めっちゃねっつってこれ小生って書いてあるのちょっとどかしてっつってねっつって小生災害多分みんな当てたくなっちゃう。そう当てたくなっちゃう、あでも、うん、ふんわり子さんもちょっとダイヤではねえわなとかつってマリコさんの場合でもショウ君にかけてあげちゃうかわかんないですね。あーダイヤもらってショウ君はいっつってそれなかなかパンチ効いてんねなんかダイヤとかだとなんかその俺のこれ別にあのリスナーさんに順位つけるわけじゃないんだけど、なんとなく俺の中ですごいこう普段から一生懸命こう なんだろうなこう何でも一生懸命やっててなんかこうすごい俺に対してもなんか無償の優しさ向けてくれるの俺の中で勝手にマエテンさんだと思ってる無償の優しさそうそうそう、だからなんかなんかすごいこう絵に描いたようなめちゃめちゃいいお母さんなのかなみたいな、マユテンママ、マユテンママなんかそうするとなんかはいっつって、私ねあのマユテンさんって火曜日じゃないんですけど好きな時間があって、木曜日の赤井さんの番組で、あのディレクターがすごいあつ森好きでやってるんですよ。あ、はいはい、でマユテンさんもやってらっしゃるみたいで、はいはいはい、結構やり込んでらっしゃる、はいはいはい、であれだけあまり表に出てないディレクターがそん時だけはマユテンさんとやり取りしたがるでそれで赤井さんは分かんないの、あつ森ね、あつ森やってない、はいはいはい、はい、だけどとにかくマユテンさんとディレクターがこう盛り上がってるから、はいはいはい、で私はこう分かるじゃないですか、分かるね、それを聞いていやテンション上がって木曜ディレクター今日いいよっつっていやマユテンさんあの乗ってくれてよとよかった、なるほどね、うん、あのね時間好きなすんごいのほほんとしてるから、えだからマユテンさんそのこの YouTube にもコメントいつもくれるんだけど、はい、なんかさその忙しいじゃんリスナーの皆さんだって、そりゃ毎週毎週お便り書く暇ねえよって時もあると思うのね。しかもなんかちゃんと真面目にお便り出せずすいませんでしたいやそんなすいませんって言ってもらうほどなんかさみたいな、でなんかそういうのもあって前天さんにちょっとなんかなんその別に宝石が好きそうとかそういう意味じゃないよ、なんとなくこう一番高いのあげたいなみたいな、そう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 、そういうこと、あとはそうだリスナーで行くと手堅いところで行くと手堅い、もうなんかだからあのペア食事券はもうどうぞリトルブー行ってきてくださいとあげるあげるあげるといいよとそこまで見せつけたからあげるよっつってあげたいじゃん単純に。そうですね、でもやっぱりあのこうまザこうなんかいろいろねこうやってらっしゃるんだろうなって感じで、例えばそのゴルゴさんとかあのママちゃんとかには普通にも1万円あげたいあの商品券、あもうはいどうぞっつってあのやってっつってこれでっつって六角でも八角でも六角でも八角でも買っていいからっつってうんなんかそんな感じで、なんかこうあんま家をさあの
お掃除大掃除もやらないって言ってたじゃん、うん、毎回こうペンネームとかラジオネームがパンチ効いてるサナエさん、うん、だサナエさんとかにルンバあげたい、うん、あげたい。芋の妖精さん的にもあれかな、あの1万円とか、あなんとなくほら大学生の息子さんとか今から受験のやつだから、だ、ね、多分なんだかんだ入り用だと思う。そうですね、でしょ。でちょっとたまにあの旦那さんとののろけを見せるエミさんとかにやっぱペア食事券とかあげたい。確かにね、うん、うん、なんかたくまちゃんとかにはもうハンバーグ5個セットとかあのステーキ2枚セットとかおよーっつって単純に一番喜ぶと思う。そうね、うん、あれやっぱり納豆だけではダメだったって。そうそう、納豆だけじゃダメだから続かせてあげる。もう日立牛の2枚組食っとけと、いや食っとけとっていうテンション。いいですね、ちょっとたくまちゃんには食べさせてあげたい、ね、食べさせたいじゃんなんとなく。でなんかあのピョン吉さんとかはもう多分本好きだから図書カードとかやっぱ送ってあげたい。なるほどね、もうあれ告知されてますから。そうでしょ、年内バス停動くことありません、ね、年内バス停から出ないんでしょピョン吉物語の中では年内でこれ完結いつなんだろうね、完結完結するのかな。てかもう今日のストーリーはあれですよね、だってアウトオブガンチューはあれ俺だけなのか俺とセリーヌが2人ともアウトオブガンチューなのかどっちなんだろうねあれあれいや我々が一緒っていうのはありえますよ。一緒っていうのはありえるよね。一緒っていうのはありえます。あの感じだと一緒なのか。そう、完全に、うん、神谷さんと佐藤さんに冷めた目に見られる。そうだよね、火曜の二人みたいな。あいつら何火曜日ってちょっと頭おかしいやろみたいないやでもね、前佐藤さんにお会いする機会があった時に、おうおう、なんかね、ちょっと火曜日聞いてくれてた時間があったみたいで、ほうほう、なんかすごいよく言ってくれて嬉しいなと思って、あの佐藤さんに。なんだって、うん、なんかね、いや面白いね、だから結局リトル V さんの下りとかも話したりとかして、あ、はいはいはい、いやちょっと最近かい、もう最近っていうかもう火曜の定番はのろけで終わることなんですよねっつって大爆笑してて、何それっつってでも確かに俺も未だかつてのろけで終わってるラジオなんて聞いた時もないもんね。だってあれですもんね、ライブディスカスってか、これまでの夕方の番組の特徴は、うん、月火がもう激しくバンバンテンション上がって、もう水木金はあとはもう緩やかに川の流れのようにでしょでも佐藤さんが仲間入りしたことでよりゆったりこう終わって良い週末が迎えられそうな、で良い週末でっつって朝から青木さんがイケボでね、うん、ピシッとこう土曜日をやってくれる。あ、金曜日だよ。あ、金曜日か、青木さんそうだ、うん、金曜日の朝こうピシッとやって、うん、ね、はあ、そういう流れができてたわけだ。なるほどねって思ってたんですけど、うん、実はそういう目で見られてなかったのかもしれないですね。もしかしたらね、 うるさ火曜日っつってどんだけラジオ中ケラケラ笑ってんだよみたいな。いや思われてますよね。思われてっかしんない。だって別に俺ここでリスナーさんに一本グランプリやってるわけじゃないよ一本っつってさリスナーさんに向けてうん、なんかだからあれかもしれない、12月とかもう最後の頃リスナーからの一本グランプリみたいな。そうね、うん、うん、でもほら今日ちょっとね、ジョニーさんにも恋の匂いが来た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 っつって来たっつってあるよこれ。よかったですねあのメールね。そう、あとは今日はもう気になってしょうがないのが、白鬼さんは一体何の仕事をしてるんだと。イギリスに3年在住してイタリアに出張、そしてさらにはパリに友人俺いねえな。イギリスは友達いるけど、しかもイギリス人の。うわすごい。そう、マギーとドビーがいるマギーとドビーで、マギー、あ、マディだ、マディ、マディ、マディはすごい、これ本当にお人形さん、女の子で、うん、イギリスで歌手やってる子なんだけど、へー、すごいよ、顔ね、ちっちゃって感じ。あ、そうなんだ。もう本当にお人形さんの顔。いやー、で、まっちろまっちろまっちろ、いやー、で
海外の人だから、そのイギリスもそんなに俺寒くない時に行ったんだけど、露出を本当に気にしないのよ。でもうすごいの、おっぱいバツコーンみたいな。でもう外人の体型だから、上半身からは想像がつかないくらい、あの下半身がのバツコーンってなってる体型なのよ。はいはいはい、ザ外人体型みたいな、うんうんうん、だからあのケツもあの歩くたびにこう、あのなんていうの、ケツの側面がプリップリッってこう動くような感じのこう、はいはい、太もももだから決して細くないっていうか、うんうん、あのこうムチッとした、うんうん、うわ超外人みたいな。でそのおっぱいとかもバツコーンってなってるのに、それも全部見えちゃってんじゃんぐらいバーンって開いてんだけど、全然もう周りがそんなだから。そうなんだ。いやあのカルチャーはびっくり。へー、うーわーと思って。すごい。でその状態で平気でハグしてくる。あーそうなんだ。外人は。であのバタフライキスっていう、うん、いうのかな、あのこう、まつげがさこう当たるみたいな、なんかあんじゃん。だけどこう普通にハグしたまま、あのほっぺとほっぺでこう、はいはい、こういうのは平気であるけど、うん、最初イギリス行った時はあどうしよう恥ずかしいみたいになるんだけど、恥ずかしいですよね。3日ぐらいでもう普通にウェーイとかって、もうどの人とも男も女も関係なくみんなもハグ。へえ、うん、だって日本人だからなのかな、なんかちょっと手が触れるとかそういうのもなんか気にしません？分かる分かる分かる、ね、あでも全然もうハグなんか平気よ。だからみんなもう本当にそのまんまの状態でイエーイとかっつって、うん、もう肩組とか全然平気だもんね。そうなんだ。うわーすげーな海外ってと。いやだってそれが日常なんでしょ。日常だから逆とか、なんかイベントの時じゃないとそうならないじゃない。そうだからで逆にそのハグとかちょっと恥ずかしいってやってて、おい What's up とかって言われる。そうはいクォーターとかっつって、おーっつってソーリーソーリーだっつってオッケーオッケーっつって、そうあれはねびっくりした。動揺しますよね最初。いや動揺した。でそのマディのお兄ちゃんがいて、うん、仲いいんだけど、その、ドビーって言うんだけど、うん、ドビーは俺のことコータさんって呼んでくれるのコータさんコータさんとかつヘイとかっつってマイブラザーとかっつってやってさ、うん、でそのドビーの彼女がいるんだよ、うん、サラーって言うんだけど、うん、そのサラーとかも「はいこうやってハワイユー」とかって普通にもハグ。へえ、彼氏いんだよこっちに、うん、でも「へえ」とかってみんなで。そうなんだ。あもうなんかそういう文化よ。だからそういうの気にする気にしないとかっていうのないんでしょうね。ないね、うん、あれびっくり。これ来週のネタで喋ればよかった。そうそうそう、てか来週こういうことです。来週こういうことだもんね、うん、こういうカルチャーびっくりした、うん、ハワイもなんかさ海入んじゃん、ワイキキビーチに行くじゃん、はい、でさまあ俺と嫁2人で行ってるんだけどさ、うん、その嫁も嫁でその新婚旅行で行ったんだけど、その時ちょうど息子がまだ腹の中にできたばっかぐらいでつわりもひどかったから、こうハワイに行ったんだけどザ・ビキニみたいなら攻めないわけ、うんうんうん、なんかこうなんつうのこうなんていうのあれワンピースまでいかないけど一応上下分離してるけど、あのビキニみたいに布少なくないですみたいな、なんかこう巻いてあるっつうのかな、なんつうのチューブトップっつうのみたいなのを着てるんだけど、うんはいはい、すごいもんね、ハワイのビーチにいる外人とかうわーってなるマジで。そうなんだ。びっくりで俺が見たのはね、ちょ外人だから年わかんねえけど、うん、60とか多分70ぐらいなんじゃねえか、あの感じシワの感じと白髪の感じとっていうおばあちゃんが、そんな攻めるビキニ着ますみたいなの着て平気でいいんだよ。でもそれはもうあなんつうの平凡な風景。あじゃあそういう方が結構いらっしゃるんです。全然いる。おばあちゃんなのにティーバッグ履いてるとか。だから逆にそんなのあんのっつって俺見ちゃうわけ。すごい。だって結構なんか年を重ねたらなんか隠したくなるじゃん。でなるじゃん、うん、もう違う。でその例えばさあの俺とかも太ってる人って余計見せんの嫌とか、あ皮膚がたるんでるとかお腹の肉が目立つの嫌だとか、うん、女の子なんか特にあんじゃん、うん、関係ねえもん。へえ、す
すごいよ。うわーっつって。じゃああれかもしれないですね。海外から見たら日本のなんか気痩せして見えるとか、うん、あ、 あれ意味わかんないって言われる。でしょうね。言われた言われた。なんか何気になる部分を隠しますとか。あ、全然ないっつったよ。だってそういうイメージ確かにありますもんね、うん、あのすごいやっぱり着るものもピタッとしてるし、そう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 、だからボディーラインがさ、うんうん、ピタッて出んじゃん。出る。日本人の女の人ぐらいでしょ、あんなに体重気にするっていう、うん、アメリカとか全然だったもんね。へー。だ多分日本、韓国、中国とかなんじゃない、このアジア圏のこの辺の女性なんじゃない、そういうこう日本人気質っつうか分かんないけど。あー、そっか、やっぱアジア圏のあの辺が。だって韓国はすげえ美容整形が流行ってるわけじゃん。そうですね。だってめっちゃそれ気にするってことでしょ。うん。で中国もやっぱそういう綺麗な人たちはそういうの気にするわけじゃん。だから多分タイとかもそういうのありましたね。あんじゃない確かね、うん、でだってアフリカとかで言えばお尻の大きい女性の方がすげえモテるとか言うじゃん。言うでしょ。言う。だからあのカルチャーのショックっつうの、カルチャーショックっつうのかな、うん、ハワイ行った時もねすげえ衝撃だった。そういう意味でもやっぱ海外行ってみると面白そう。面白いよ。だから多分来週この話しきれないのよ俺。そうですね。だってびっくりするのがマック行くじゃん、はい、マックだよ。あの基本的にあの日本みたいにサイズ選ぶってないの。あ、そうなんだ。なんかもう、こう例えば俺と嫁ついてとりあえずマック行ってみようぜっつって、うん、アメリカの本場のマック行ってみてっつって行ったのよ。で、テリヤキバーガーなかったの。あれテリヤキバーガーって日本だけど、うんうんうん、で普通の他のハンバーガーとかあって、あんじゃ何食うとで、ビッグマック食ってみようぜっつって、ビッグマックは普通なのだけど日本やっぱでけえのよ、うん、でプラスドリンクセットみたいな、なんか基本全部セットになってた、単品で頼まないみたいな、うん、あドリンクとかあの日本の L サイズなんなのっていうぐらいでっけえ L サイズ出てくる。でかっつって。そうなんだ。でポテトもなんか L サイズが基本、うん、でな日本の L なんなのっていうかやっぱでげえの出てきた記憶があるんだよ。でかっつってでなんか俺と嫁2人でセットのなんか俺らすげえデブなカップルみてえじゃねえ、こんなでげえのばっか食ってみてえな。そうなんだ。で日本で言ったらさ、いや例えばセリーヌ今日すげえ綺麗なジャケット着てんじゃん、うん、いやそのジャケットのさ売ってるさ、はい、お洋服屋さんに行くのにさ、うん、例えばさマックのさ、うん、ちょっとこう氷が入ってさストロー刺してあるさ、うん、炭酸飲料飲みながら行くなんて考えられない。考えられないですね。もしそれが商品ついちゃったら、うんうん、あるじゃん、うん、アメリカとか平気でそのナイキのアウトレットショップとか置いたんだけど、うん、みんなあれよ、あのスタバのベンティーサイズみたいなのこうやって飲みながら店内ヘイとかってやってるから。あ、そうなんだ。ビトンとかも普通にそれで入ってくる。ビトンも。やっぱそれなりの身なりの人たちとか金持ってる人たちしか入れてもらえないのはもうボディーガードみたいなついてて、うん、だけどもうみんな飲み物とか飲み物は普通にパー。すげえ文化だと思って。私だってあれですよ、なんか普通にね銀座あたり歩いてて、で多分その時は家族で行ってたのかな。そしたらなんか、あ、じゃあせっかくだしこういう機会もあんまないから、うん、ブランドの店いろいろ見てみようよっつって、でも今日私スニーカーなんだけどみたいな、はいはいはい、スニーカーの女が入っていいのみたいな、はいはいはい、それぐらいためらいましたもん。大丈夫大丈夫、ほらみんな入ってるからとかつってってなるじゃん。服装すら気になりましたもん、ね、なるじゃん。こんなパーカーとか着ちゃってみたいな。全然もう海外行ったらなんちゃらへすごいわあれはと。すごいす。だ日本人はまあこのつつましい感じがいいんでしょうけど、うん、ね、多分いいんだっぺけど、うん、うん、でも海外ぐらい見習った日本人は多分殻むけんじゃないかな。むけますね。うん、うん、パーンってね。うん、したらもうね、なんか男女間のもつれとかそんなのもなくなりそうですよね。ないだろうね。だからなんか俺別にそのハグってするまでってさ、やっぱり好きな人としないとさ、うん、でもあれってマジただスキンシップなんだと思って。いや、本当に挨拶なんですね。本当はだってその会釈ぐらいのレベルなんでしょ。あ、そう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 。だからさ、その例えばさ日本でさひげ面のさ男の人とさ顔をこうくっつけるなんて想像しただけで嫌じゃん。そうですね。ジョリってしそうとかもしゃってしそうみたいな。全然そのひげむくじらの人ともへーとかって全然平気だもん。
慣れだよあれ。慣れ慣れ慣れ。いや面白いな。そう、そのドビー、あジェシーだ、ジェシー、ドビーって言うんだけど、うん、名字がドビーでジェシーって言うんだけど、うん、ジェシーとマディブラザーはもうジェシーはすごいヒゲなのよ、うん、もうめっちゃもじゃもじゃ生えてるのよ、もう全然平気、ヘイジェシー、ハイコートさんとかっつって、そう、あれはすごい、すごい海外面白かったね、面白いですね、めっちゃ面白い、一回やっぱ一回っつうか行けるんだったら行ける人もずっと行ってた方がいいと思う、うん、俺はだから、うんそうだね、ヨーロッパとかアメリカとかすごいなんか、うん、全然違う文化触れられたって、だから中国とか韓国よりそっちの方が行ってみたいって感じ、ああなるほどね、うんうん、確かに全然違いますもんね、やっぱりこうアジアはどこか似たところがあったりとか、そうそうあるじゃん、あれあったりしますもんね、あるじゃん、だからそれはねヨーロッパとアメリカ行けてよかったって感じ、へー、そう、あの中国といえば今あれですってね、あの日本で食べられるいわゆる中華料理じゃなくて、うん、あのもう本当に本場の中華、はいはい、四川料理みたいな、うん、うん、で四川料理でも日本人が食べやすいようにアレンジしてるところが多いんだけど、うんうん、じゃないもうそれガチ中華っていうやつ、はいはいはい、出すお店が今流行ってるらしいですよ、ガチ中華、じゃあ今日のゆういちさんのお店はガチ中華なのかな、え町中華って書いてある、あ町中華か、うん、どこだろうね茨大の近く、どこだろうあれ気になる、やったっけそんな、この間鳥カフェ1軒目ができたの知ってっけ、そうなんだ、うん茨大の前のあれどこ、そうだそう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 、できてた1軒目でしょ、うん、どこだろうね、あとそんな仲介なんかできてたっけかな、うん、私は太閤飯店とホーチンローしか、いやホーチンはやばいんですよあれマジで、まあ、この話すると止まんないからもう今何分だってね、うん、あ56分まだ1時間経って、1時間経ってない、経とうとしてる、経とうとしてるよ、これ放置の話4分じゃ終わんないから、終わらない、だって四天王食ったわけないでしょ、四天王はないな、ないでしょ、何食べたんだろう当時、放置あーよーっつって、うん、肉茶食ったときある、ない、肉茶もないの、ないと思う、肉茶ってこうやってチャーハンこうやって斜めにするとすげえ油たまるっていう、肉茶ないない、ない、すっごいパラパラでその分、そうなんだ、絶対してもチャーハンが絶対してる、四天王ないの、ない、四天王ないと思うな、青中はあったような気がする、いや青中食わないと、ホーチンみたいな青中あった気がする、青中ですよ、うん、青中食って、その青中とね春巻きと唐揚げとラーメンがついたの四天王っつうの、あそうだ、四天王セットで、その全部が大盛りになったのがアイセットっつ、うん、で俺らサークル行った時に俺らのバンドサークルは俺のサークル限定なんだけど、松五郎ってスターミナラーメン、はい、うん、松五郎に行ってまず4玉食うっていうのが登竜門なの、で松五郎で4玉食うって写真撮ってもらえるから、うんうんうん、で松五郎行ってまず4玉です、で4玉食って、で違う機会にホーチンのそのアイセットを食うと、まあ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 、で今度日立キャンパスに行くとウッディっていうパスタ屋があるんだけど、そのウッディにミークリっていうミートソースとクリームパスタが合体したパスタがあるの、ミークリっつって、そのミークリの大盛りとパフェを食うって、でパフェもでっけえのよ、いやこれがうちのサークルの登竜門でしたね、大変だ大変食わされる、いや私だってスタミナラーメンも一玉でもスタミナがある時じゃないと食べれないラーメンだと思ってますからね、あれおかしいな、スタミナつけるために食うんだけどなあのラーメン、そう私がスタミナある時じゃないと食べれないんですよ、松五郎、そう俺は松五郎何回行っただろうな、昔の写真は何枚も載ってるよ、すごい、だって4玉ちょろいんだもんちょろいってちょろいちょろい、私ねホットの方が好きなんですよね、あホットスタミナ、あれホットスタミナの美味しい食べ方裏技があって、これ聞いてる人今度行ったら試してほしいんだけど、ホットスタミナのスープ少なめってたこれめっちゃうまいから、スープ少なめこれが一番うまい、これ通な食い方なのよ、これはうまい、そうなんだ、うまいうまいうまい、少なくしたことないよ、ないでしょ、うん、あれちょっとスープ少なめっていうのがねポイントなの、なんで、うん、なんでなんでこれがね食ったら分かるんだよ、うまいなでやっぱ俺は冷やしだから、うん、冷やしあるんで、だから冷やしうまいっすねなんかね味変じゃないけどね、なんかスープ欲しいんですよね、あただその分
辛さがめっちゃ倍増するんですよね。するするする。そう。でもうなんかあの友達と行って、うん、一人だけすっごいダラダラ汗かいて食べてる。あっちみたいな。でも松五郎並ぶからね、うん。今行っても並ぶもん。そうですね。すんげえ並ぶ。新しくなって。そう。うわーやべ松。ちょっと広くなったけど。いや駐車場入りきんねんでやっぱし。そうそうそう混んでますよね。行きたくなってきた松五郎。超ダイエット中なのに。あ、ピーゴレ行かなかったの？ピーゴレ行きました。で、言ったじゃないですか、あのカツカレーの大盛り食べたんですよ。あ、そうだ、言ってたね、うん、よく食えたね、はい、カツカレーの大盛りもちょろいでしょ、あれ。友達と調整して、うん、いやあの、まず私のサークルにいた男の子どもが、うん、まあ、ひ弱で食わないんだ。もうカツ丼、あの普通のカツ丼で、いや、お腹いっぱいだみたいになっててであのその時私は友達と多分カツカレーの大盛りがやばいっていう話を聞いてたから、おうおうおう、それをじゃあとりあえず2人で1つ頼んでみようって、はいはいはい、で食べた結果これいけんじゃねって当時お、でもまあとはいえやっぱり量は多いから、おいおいおい、よし調整しようっつってして、ある日の昼に行って食べて、わーカレーのルーが足りないって思いながら食べ進めで、最後に極めつけのあのドアマイアイスコーヒー、あのね、何これ何個ガムシロップ入れたっていうね、マジマックスコーヒー出てきたんじゃねえかって疑うレベルのね、あのアイスコーヒーが極めつけなんだよね。あれ極めつけだよ。あれで全ての血糖値持ってかれっかんね、マジでガーンっつって、そう、あれでノックアウトされますよねカツカレーはなんとかよし食ってもね、そう、いや来たよと、来た、この甘いこのコーヒーでっつって一つも気休まらないっていう。俺でもいつだ最後行ったの、この間ね、なんかで水戸に来た時に、うん、やーべえピーゴルだと思って行きたいってなっちって一人で行ったんで、まだコロナ全然コロナ入ってからだよ。で行ったら俺一人しかいなくて、でうわ懐かしいこの腰曲がったマスターってなって。元気でした？元気だった。はい、いらっしゃいませ変わらないね。変わらないね、全然変わらなくて、あ、めっちゃ久々だ、なんでカツカレーの大盛りですか、はいカツカレー大盛りね、はいって、いやいやいや、でまずサラダね、あの志村けんの瞳ばあさんみたいに、はい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 って持ってくんじゃん。カツカレーの大盛りを久々に見たときに、俺こいつ食ってたっけってね、この年になってめっちゃ思った。あれと思って、俺これ食ってたっけかみたいな。それは多すぎてってこと。そう。あれと思って、あれ俺食ってたんだねと思って。わかる、私も見たいもん、当時どれだけ食べてたんだか。シャメ取んなかったっけかな、あれいつだっけな、言ったのなそう、すごかった。当時はね、なぜかね、胃袋がめちゃくちゃでかかったんだよね。え、そうなんすよ。すごい、いや、びっくりした、あれは。そっか、変わらずやってんだ。そう、そう、あのよっちゃんさんも心配してて。そうっすよね。そう、ピーゴロやってんのかなとかつって。いや、いいよピーゴロマジでいい。やってるよ、腰曲がったおっちゃんが変わらずやってる、やってるやってる。いやーもうね、いいよ。というわけで皆さん、ピーゴロに行きましょう。あの食べ過ぎてお腹もピーゴロになります。はい、確実に今行って大盛りはきついです。年取ったなーって。年取ったねー、そういう意味では年取ったやろう、そのうちディスカスで。そうですね、あなたが老化を感じる習慣はってありすぎてしょうがないな。ありすぎてしょうがないね。物忘れとかって低レベルじゃないですもん。あれはやんないでしょ。でものび太くんみたいにメガネメガネはやんないでしょ。メガネメガネはないですね。ないでしょ、はい、うん、メガネメガネはないけど同じようなことはやりますよね。自分でペン持ってて、あれペンないなペンないなっつって。俺だってこの間さ、はい、ここにたまにハイエース乗ってくるの分かる？あ、はいはい、でっかいの。ありますね。ハイエースの鍵ってすんげえでっけえ革のキーホルダーついてるの、はい、ね、これなくしちゃったのよ。 あんなでっけえキーホルダーついてなくすと思って、うん、どこ行ったんだろうなと思って。
ずっと探して事務所中探したけどなくて、うん、あれもしかして何かの箱に入れて先方送っちゃったかなと思ってたの。どこにあったの？ポケット。違う、ポケット全部見たの、このカバンの中も全部見たの、車の中も全部見たの。でも俺のハイエースは鍵閉まってるってことは、うん、どっかにあると。出てんだ、外には出てんだ。そうで、しかもハイエースにその次の日に荷物行く、配達に行く荷物を積んだ状態で鍵を閉めて帰ろうと思ったら鍵がないの。トイレって思うじゃん。ないの、ね、でその日見つからず、うん、あれ合鍵あったっけかなと思って、合鍵があったんで合鍵でなんとか乗って、まあ、帰ってったんだけど、ないの、ね、全然ないの、ね、困ったなと。で鍵なくしたのが金曜日で、土日挟んで月曜日の夕方ありました。どこにあったでしょう。信じられないなと思う。なんでここにあるんだと思って。え、ちなみに事務所ですか。事務所内にあった。ちなみにゴミ箱の中とかも全部見た。なるほど、全部見た。でも信じられない場所だった。そう、何ここっつって。神棚。ああ神棚ないんですよ、うち。あ、そっかそっか、ない。どこだと思う。どこだろう、机の引き出しとか。ああ、ちゃ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 、それありそうじゃん。あり、ああ、ありそうですね。ありそうじゃん。信じられない場所か。うん。なんでここっていうとこ。靴箱。ああ、ないですね。これ絶対わかんないと。絶対わかんない。絶対わかんない。どこですか。あのコピー機のコピーするとこに挟んだった。なんでこんなとこにあんのっつって。確かに信じられないわ。でしょ。で、コピーって。俺そのプリンターとしては使うけど、コピーってまあまあ、まあ使わないのよ。なのにこれバカン上げるのがさ、あんまない。でしかもなんかコピーしたら俺コピーしっぱなしっつうのがあっから、その上のコピー機の隙間空いてたんだけど調べなかったのよ。大体なんでそこに置いたかも分かんないし。ほんと無意識って時あるんですよね。ある。なんですかね、あれ。そうだよ、これはそのうちやろう。あなたがやらかした、あの、あ、やろうよこれ。だから、うん、テーマとして、うん、物忘れの対策どうしてるっていう。あ、そうです。これでかいよこれ。いや本当に。そしたら俺があまりにもそのでげえ鍵をなくすもんだからっつってなんかそのね、うっせえなこの鍵と思ったらチャラチャラいつもなんか鈴ついてんのよ。何これっつったら、いやこの間なくしたから買ってきたとかって母ちゃん勝手に鈴つけててさあー、うん、まあこれだったらなくさねえかしんねんねっつって。そう、海外にもあるんですかね、その鍵に鈴つける文化みたいな。 あんじゃない、もしかしたらね。来週放送を聞く前にこの反省会聞いてる皆さん、もしそういう文化してたらぜひ教えてください。はい、っていう感じでね今日はこんなもんにしておきますか。そうですね、ちょうどいいし、ちょうどいいし、はい、ちょうどいいっすね。はい、というわけで、今週もおかげさまで楽しい反省会と本番になりました。順番逆だな、本番と反省会になりましたねまたね、あの来週も皆さんからの楽しいお便りと、こうやって楽しい反省会をお送りできればと思いますんで、ぜひね、また来週もよろしくお願いします。じゃあまたねー。